週刊金曜日、編集長のムンソンヒです。今回、週刊金曜日4月1日号ですね、ウクライナのゼレンスキー大統領が日本の国会でオンライン演説をした。これは皆さん、ご覧になっている方もたくさんいらっしゃると思います。ロシアがウクライナ侵攻したということは許されざるべきことなんですけれど、なんとなくこう、なんかしっくりこないようなところがあると思います。私なんか感じたのはですね、ゼレンスキー大統領の演説の後に山東昭子参議院議長がですね、帰国の人々が命も顧みず祖国のために戦っている姿を拝見して、その勇気に感動しております、こういう発言をされているんですが、なんとなく本当にこういう発言をするべきなのかどうか。戦争ということ自体がやはり良くないことであって、この戦っている姿云々っていうのを感動するとかっていう、それはまた違うんではないかというふうに私は感じています。そういうことを今回、コンセプトにしてですね、何かこう立ち止まってちょっと今考えてみようということで、立命館大学の君島昭彦先生に急遽インタビューをしましてですね、誰の命も奪わないために日本国憲法と平和学の立場から私たちは今何をなすべきか、こういったテーマでお話を伺っています。君島先生はこのようにおっしゃっています。亜東大の長谷部名誉教授がおっしゃっている言葉を引用しながら、戦時になれば国民には逃げる権利はあると長谷部先生はおっしゃっていると、国家が国民に武器を持って戦うこと、死ぬことを強制はできない、これはすごく今大切なことだと思います。非常にそこをどうしたらいいのかということを君島先生が平和学の立場からお話をされているので、お読みになっていただきたいと思います。ウクライナ危機でですね、実はいろいろ物が値段が上がっているというようなことを今回暮らしのところで特集をしています。皆さんもご存知の方いるかもしれないんですけど、実はそば結構ロシアは第2位なんですね。輸入、日本は輸入してるんです。もしだからロシアからこれが入らなくなると、そばの値段がキュッと上がっちゃうかもしれない。小麦粉とかもそうなんですけど、もちろんニシンとかカニですね、水産化合物みたいなものが影響を受けると思うんですが、そういったことがどうなっていくのか、やっぱ経済制裁っていうのが、ロシアの国民ももちろん大変な状況になるんですけれど、日本の台所にもいろんな深刻な影響を与えるだろうと書いています。で、今回の特集はコロナ禍を生きる、写す、歌うということで、初沢アリさんという写真家の方が東京2020-2021という写真集を出版されました。で、これがですね、第30回林忠彦賞を受賞されています。どういうことかというと、コロナ禍で今東京がどんな感じになっているのかということをこう長いこと定点観測されて一冊の本に収めたということです。加藤時子さんが非常に感動されまして、初沢さんと対談をしましょうというようなことになって実現しました。ということで今回加藤時子さんと初沢アリさんが初沢さんの写真集について、あとコロナ禍の日本の状況とかいろんなことについて話をされています。ぜひ読んでください。それとですね、川田稔先生が短期連載なんですけど、3回にわたって60歳からの健康術ということで連載が始まりました。風俗系の曽田和弘さん、ウクライナ問題について書かれていて、軍事力で国や民を守れるかというような提言をされています。今実際に戦争が起きている状況の中で、それをどのように我々が考えていかなければいけないのかっていうのを常に私たち週刊金曜日でも真剣に考えながら記事を提供していきたいと思います。来週号もウクライナ特集を考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。